たあの飛行機を不思議な怖い身に覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いたヒルルにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとしてただ一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えたその心をもう一度遠くへ行けど僕の中で誰かがさどうしようもないほど熱烈にいたって目を離した君が二度と悲しまない夜は終わるそんな日のになるための歌さらば掲げろピースサイン転がってくストーリー